こんにちは、原町接骨院久松です。今回は掴んでみよう、耳が硬いと丸々が弱っているということでお話しいたします。はい、今回ね、耳のお話です。この動画をご覧になることにより、あなたはこの耳を掴んで、あなたのある状態の弱っているかどうかをチェックすることができます。そして、それを復活させる方法も知ることができますよ。ではお話しいたします。耳をですね、縦に曲げたりとか横に曲げたりして、痛い感じがしたりとか硬い感じがした時、それは腎経が弱ってるんです。はい、腎経、まあ、腎とも言うし腎経とも言うし、東洋人医学でいうこの腎に関する経絡エネルギーの流れなんですけども、これね、腎が弱ってるっていうのはエネルギーが弱ってるというふうに思ってください。はい、要はあなたの耳が硬いっていうことは、あなたのエネルギーが弱ってる状態なんですよ。耳って腎臓の形に似てるんですよ。そのまま腸の形で。そして東洋医学ではこの腎、腎経は、腎臓、生殖器、泌尿器、成長を含めた概念で、エネルギーが溜まる場所と言われております。そしてこの腎経の状態が耳に出て、耳が硬いと腎が弱ってるっていうふうに言われております。東洋医学で。腎が弱ってるということは、エネルギーが溜まる場所が弱っているので、エネルギーが弱ってるというふうに考えてください。耳ね、掴んでみてね、痛かったり硬い感じがしたら、エネルギーが弱ってるんです。またこの腎っていうのは、髪の毛にも影響します。髪は腎の花ということがあります。ですからもう髪の毛が少なくなってる方っていうのは、必然的にこのエネルギーが弱ってる、腎が弱ってるふうに、っていうふうに思ってください。じゃあどうすればいいのかっていうと、これ耳を柔らかくすることで腎が回復してエネルギーが保てるんです。ですからもしね、掴んでみて耳が硬い、痛いなかったか感じがした、腎が弱ってる、ああ困った困ったどうしようじゃなくて、耳を柔らかくするとそれが復活していくんです。そのやり方をご紹介します。腎を回復させていく、耳を柔らかくする方法は2工程あります。まず一つ目は、私の動画でよく出てくる耳引っ張りです。耳たぶを掴んで真下に30秒引っ張ります。そして耳の穴の前を掴んで横に引っ張ってから前に持ってくる。これを30秒やります。そして耳の上、頭側の部分を掴んで真横に引っ張るか斜め上に30秒引っ張る。これをやりましょう。これが第一工程。第二工程は耳のマッサージ。この耳を掴んで、縦に塞ぐように。これを20回。そして今度は横側に、耳の穴を塞ぐように。20回。やりましょう。これをやることに耳が柔らかくなってきます。この耳引っ張ると耳マッサージ、1日何回でもやってみてください。これをやることにより耳が柔らかくなり、腎が回復して、そしてあなたのエネルギーも回復していきます。もしね、耳を掴んでいて硬い感じがする、痛かったりしたあなたは、ぜひこの耳引っ張りと耳マッサージやって回復に努めてみてください。そしてこれをご覧のあなたが、腎経は大丈夫なんだけど、自律神経の症状がまだどうに辛くてどうにかしたいなということでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体で、あなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅は遠方である場合はね、自宅でできるオンライン遠隔整体というのを私やっております。私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時過ぎからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、いらっしゃる方全員でお体を整えるオンライン遠隔整体合同版までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。